はい、こんにちは、ブルーホースです。今日はラストパートやっていきたいと思います。ゲームがね、このパートで終わりますので、人生相談もね、一旦、区切りのいいところで終わりたいというふうに思います。で、今日も最後のですね、区切りのいいところで2つのご質問をいただいていますので、その質問に答えてバヤガッペダンチ終了してまいりたいと思っております。はい、というところですね。で、もうちょっともう間もなくしたらのムービーシーンに入りますんで、そこでね、質問を読み上げていきたいと思います。はい、では読んでいきましょう。今大学生です。将来お金持ちになって世界中を旅してみたり、欲しいものを何でも買えるようになるために今からやっておくべきことは何ですかということで、はい、ご質問いただいた方ありがとうございます。まあ、大学生らしいですね。すごく夢のある質問でいいかなというふうに思います。まずお金を稼ぐっていう意味であれば、その世界中旅したりとか欲しいもの何でも買えるっていうのが、まあね、年収何千万とか何億とかっていうレベルの話になってくると思うんですけど、それだけを稼ごうと思ったら、やっぱサラリーマンでは正直厳しいので、確実に起業をした方がいいってことですね。あとはまあ投資をするっていうところですね。まあ、あとはなんだろうな、こうなんか今まだ世にないようなあのものを稼い、作って特許を取って、でその特許権でお金を稼ぐみたいなことをやったりとかっていうのが、まあ非常に手っ取り早いんじゃないかな、まあ、手っ取り早くはないんじゃないかなっていうふうに思いますね。で、あとはその起業してある程度軌道に乗せたタイミングで、あの誰かに会社を売るみたいなことして、まあ、何千何億っていうお金を稼いで、あとは人気に暮らすみたいなね、そんなことをしてもいいんじゃないかなっていうふうには思いますけどね。まあ、そのあたりのそのビジネスのアイディア運営とかって、僕もね、この質問だけだったら答えるのが難しいところではありますので、まあ、どう言ったらいいかっていうんですけど、まあ、サラリーマンだったとしたら、まず世界中を旅するっていう目標を掲げたとしても、まあ、難しいのが、やっぱり週休2日なんですよね。まあ、これから週休3日とかに増えていっていく可能性はあるのかもしれないですけど、まあ、とはいえ、やっぱり現状はね、週5日間働いて、で週2日しかお休みがないっていうところですから、まあ、それを考えると、多少はね、まあ、起業して社長をやった方が、まあ、お金を稼ぐっていう意味でも早いですし、それから自由が出てくるっていうのもいいかなというふうに思いますけどね。で、まあ、あとはその株式投資とか、まあ、それからまあまあ長期的に稼ぐっていうことであれば、まあまあ、お家のお金を倍額にするとか、そういうことで考えられるのであれば、まあ、積み立てにしたら、それからまあまあ、NISAぐらいまでやっていくといいんじゃないかなというふうに思うんですけど。Yeah, right. All it's done is drive you nuts. というところですね。で、あとね、あとは、こういうご質問をいただくと、必ずと言っていいほど、こういうことを言っとかなくちゃいけないかなっていうふうに思うものがあって、一体これって何かっていうと、お金持ちになんでなりたいですかっていうことですね。で、今回はその旅行に行きたいとかね、そういう、その質問が、そういう、まあ、目的とかがあるんですけど、どこに旅行行きたいですか、世界中。世界中ってどこ指してるのっていう話なんですよ。で、欲しいものって一体何っていう話なんですね。うん。ここら辺が結構、曖昧というか、ただ漠然とお金持ちになりたいとか、まあ、ただ漠然とこういうことがしたいとかっていう人って結構多くて、それって何が問題かっていうと、そういう漠然とした目標とか夢だけを掲げてて、結局達成することっていうのがないっていうことなんですよね、残念ながら。だから、こういうことやりたいです、ああいうことやりたいですっていうのであれば、それを叶えるためにどのくらいの時間かけてて、どのくらいのお金があれば、果たしてあなたがやりたいこととか欲しいものとかっていうのが手に入るのかっていうことをきちっと試算した方がいいと思うんですよ。なんかその今なんかね、ファイヤーとかセミリタイヤみたいな話とかすごいこう盛り上がってるんで、自分もどのくらいお金を稼ぐことができれば、なんだろう、仕事をこれしなくても済むのかなっていうのを考えたんですよ。で、単純に30歳から、70歳まで働くと、で、70から100まで生きるとして、今100人したいですと言われてますから、ということをいろいろと試算して、家賃このくらいかかって、それから税金このくらいかかって、それから、食費とか生活費、食費とか、
生活費とかあらゆるもの、まあ、家賃このくらいかかってとかっていろんなことを考えた時に、まあ、大体ざっくり計算すると、まあ、彼と4人家族で、この先生きていくということを考えたら、僕含め奥さんと子供のお金とかもろもろやると、まあ、大体2億7千から9千万くらいかかるなっていうのが分かったんですよ。でそれっていうのはそのいくら稼ぐかっていうよりは4人家族だったらいくら使うかっていうことを試算した時に、まあ、そのくらいのお金が出たよっていうところなんですよね。うん、でそこにはまあその僕例えばあの今回のご質問さんの欲しいものを買うお金とかその旅行に行くようなお金とかっていうのを含んでないんで、僕も旅行がめちゃくちゃ好きなんでね、別のパートでも話をした通り、NBA のね30拠点全部回るとかっていうのは、まあ、軽く試算したとしても600万から800万くらいかかるわけなんですよ。っていうことを考えると、まあ、そういったお金とかも含めたらもっともっと稼がなきゃいけないかなっていうところなんですよね。だから実際にどのくらいのお金があったら自分のやりたいことが叶えられるのかっていうことをきちんと考えておく必要っていうのが確実にあるんですよ。ところがそういうのを考えないで漠然とお金持ちになりたいなとか稼げるようになりたいなっていうことを言っている人がいるんですけど、じゃあ果たしてどのくらい稼げればあなたはお金持ちだっていう思えるのか、果たしてやりたいこととか行きたいところに行けるのかっていうことが、まあ、意外とその漠然としてるんで、だからそのために必要な行動っていうのが生まれないと。だから目標って叶えることよりも叶えるために行動するその過程が大事なんですよ。プロセスが、ね、そのプロセスが結局目標だけは決まってるけど、そのためにどうしたらいいのかっていうプロセスが漠然としたままなんで行動できないと。行動できないってことは結局稼ぐ力を見つけることもできないから、起業するのか、そのための知識を身につけるのかとかね、人脈作るのかとか、そういったことがまあ何もかもが中途半端もしくは手つかずのままになってしまって、お金持ちになれないままっていうことがあったりしますから、そういうことを考えると何のためにお金持ちになりたいのか、まあ、ここは今回ね旅行に行きたいとか欲しいものとかいつでも買えるようにするのか、それはいいと思うんですけど、そうじゃなくって、そうするそれらを手に入れるためにどうするかっていうことをしっかりと考える必要があるということですね。はい、どのくらいの準備がいるかっていう選択が何をするかっていうのは、まあ、今回の質問だったのでこれは僕が答えなきゃいけないところなんですけど、その何をするかっていうための準備として情報がどれだけあなたの手元にあるかっていうのがあるんですよ。やりたいこと、旅行に行きたい、じゃあどこに行きたいの、そこに行くためにどのくらいの日数が必要なの、どのくらいのお金が必要なの、どういった人たちの助けがいるの、誰と行くの、どのくらいの期間行くのっていうね、とか欲しいものって一体何で、それはいくらかかってどうやったら手に入るのか、誰かを通す必要があるのか、自分が買いに行けば手に入るものなのかっていう、そういういろんなリソースをどのくらい手に入れてたら自分がやりたいこととかっていうのを達成できるのかっていうのを考えたときに、試算してみたら、あ、このくらいのお金とこのくらいの期間とこういった人たちと付き合う必要があるなっていうのがいろいろと見えてくるんで、そうなったときに自分がそれらを、まあ、10年とか20年とかで入れるだけのお金をじゃあ このくらいの時期で稼ごうって、それがお金持ち、自分がお金持ちだって言えるような条件になってくるんじゃないかっていうふうには思いますけどね。うん、でそこら辺が結構曖昧なままでやった、こうやりたいな、やりたいなっていう願望だけでやってしまうと、多分僕は叶わないんじゃないかなっていうふうには思ったりしますね。 Go! Go! Take us up now! ただ一番大事なのは、だからといってその夢とか目標とかっていうのを諦めてしまうっていうことが一番ダメで、結局やることをやめてしまったら、目標に向かうことをやめてしまったら目標って叶わないわけですよ。 We have to get clear.それは当たり前の話だろうんですけど、多くの人結構諦めてるんですよね。資格の勉強とか、このくらいの練習稼ぐとか、こういった人たちと出会うとか、こんな家族築き上げるとか、いろんなことをね、言ってね、理想を掲げるんですけど、結局叶わないで終わりですっていうのが結構多かったりするんですよ。で、それっていうのは、どのタイミングで叶うかっていうのは、やっぱ叶えてみる瞬間までたどり着かないとわからないものなので、これだけ頑張ったら達成できるっていうのはなかなか難しいんですよね。っていうことを考えると、とにかく叶うまで自分がどういうことを手をつけられるのか、お金持ちになるっていうことやったら起業する、起業した会社を売却するとか、それから投資をするとかね、まあ、あるいは特許、まあ、何か物を開発して特許手に入れて、それを特許権使ってお金を稼ぐとか、そういう、まあまあ、大きいお金を稼ぐっていうところで言ったら、まあ、そのあたりが、まあ、パッと
思い浮かぶところかなというふうに思いますね。で、大学生ってことは、まあ、起業するにあたって、まあ、いろんなね、先人の経営者の方々の知恵を借りやすい立場でもあると思うんですよ。僕くらいの年齢までがギリギリラインなので、30歳になるかどうかっていうところまでが、まあ、新人経営者として、上の人たちに可愛がってもらえるかどうかっていうところですから、学生なんだったら、なんか小さいことでもいいし、最初は年収100、年商100万くらいのレベルのものでいいから、稼げる企業っていうのを始めてみたら、そこで企業家たちが集まるようなコミュニティのところに参加してみて、こんなことやってて今このくらいの稼ぎがあるんですけど、もっと伸ばしていくためにはどうしたらいいですかねってなったら、やっぱり経営者の人たちって自慢したい人たちが多いんで、まあ、これ別に偏見じゃなくて実際そうなんですけど、僕も年間100人とか200人の社長と会ってるんでね、っていうことを考えると、やっぱり社長の人たちって結構自慢したい人たちが多いんですよ。自分はこんなビジネスで儲かってるんだとか、こんな風にして事業を広げてってるんだみたいなね、っていうのを考えると、学生が自分のことを慕ってくれて、どんな風にお金を稼いだらいいかとか、事業を広げていったらいいかとかっていうような質問を投げてくれると、喜んで自分の知識とかを経験とかっていうのを話してくれるんですよね。こんな滅多にないチャンス、もう掴むべきチャンスが他にないと思うんで、まずは何でもいいんで、例えばそうだな、起業とかっていう、まあ起業っていうそのなんか会社を建てるみたいなね、法人株式と出して法人契約が法人を建てるとかみたいな、そこまで大それたことをしなくても、今だったらフリーランスみたいにちょっとしたこと、それこそ本当に手前味噌のことで、本当になんて言うんだろうな、シンプルなところの話でいくと、転売をしてみるとかね、安く物を仕入れて、あ、背取りか、転売はダメだね、背取りだね、安く物を仕入れて、平均標準価格で売るみたいなものをすると、だから、コンビニとかで売られているような定価150円のペットボトルを100円で仕入れて売りさばくみたいなことをするって言ったら、1本当たり50円の、まあ、利益が出るわけじゃないですか。そういうようなことを始めてみるとかね、でこんなことをやって、こういうビジネス、そこから先にこういうビジネスを始めてきて稼ごうと思うんですけど、どうしたらいいですかとか、そういうことをね、やってみられるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。だからまずはその稼ぐっていう部分の回答でいくと、会社を作りましょう、作った会社を売りましょう、あるいは特許取っちゃいましょうとか、そのあたりが来るかなと。であとは自分がその叶えたいことっていうのが、果たして金持ちになってまでやる必要があるのかっていうことをきちっと考える必要があると。金持ちになる、金持ちになるって誰もが多分全人類ほとんどの人たちが考えていることだと思うんです。ところが金持ちになる、金持ちになるっていう目標を掲げてる割に金持ちが少ないっていうのは、なんでかっていうと、その金手に入れて何したいのっていうのがはっきりと決まってないからですね。で、金持ちにならなくても実際にやりたいことっていっぱいあるし、できることもたくさんあるんですよ。だからその意味で考えると、はっきりと自分がどのくらいのお金あってどうしたらいいかっていうのを実は試算しておく必要がある。僕の場合だったら30から100歳までに生きるのに、大体2億7000万の生活を続けるっていう話なんですね。話なら2億7000万から2億9000万くらいの金さえ稼げれば、不幸な暮らすことができるっていうのが、3段作って、例えば仮に、ね、嫁さんと2人で力を合わせて、例えば50歳とかで3億円を稼ぐだっていう、まあ、結果が残せたとしたら、もうそれ以上は働く必要がないというところで、50歳で降りたい人も降りたい、貯金とか、まあ、投資額とかでそれだけのお金が手に入るのかっていうようなところじゃないかなというふうに思います。だから結構その旅行行きたい、どこ行きたいとか、欲しいものどのくらいお金がかかるとかっていうのは、ただ漠然と言ってるだけで、多分いくらかかるのかって全然出してないと思うので、それをしっかりと出してみられることをお勧めします、というところですね。じゃあ、エンディングに入りましたところで、エンディングがどのくらいあるんだろうな、7、8分くらいあるのかなということなので、もう一つね、質問を答えてパート終わりたいと思います。では2つ目の質問いきます。はい、将来に対してなんとなく漠然とした不安があります。お金のこととか仕事のこととか家族、毎日頭を悩ませて、毎日頭を悩ませているんですが、この不安から解放される方法はありますか？あります。結論言うとあります。何かっていうと、しっかりと言語化しましょう。そして可視化しましょうというところですね。言語化って何かっていうと、自分の言葉でその不安が一体何なのかっていうことを喋れるようになるっていうことで
ですね。それから可視化っていうことは何かっていうと、もう文字の通り 目で見て分かるようにするっていうことなので、紙に書き出すっていうことですね。だから自分の言葉でその不安が一体何なのかっていうことをきちんと喋ることができるようになって、かつそれを文字に起こしてみて、果たしてそれは心配すべきことなのか、悩んだ方がいいことなのか、何か結論を出したことがいいことなのかっていうことを考えるっていうことが大事だっていうところですね。だからここら辺が結構、ただなんとなく漠然とした悩みを抱えてて、答えも出るわけもないのに、あ、なんとなく仕事嫌だなとか、家族と仲が良くないなみたいな程度 の不安を持っているんだとしたら、何が仕事嫌なのかとか、家族と仲良くできない理由は何なのかとかね、お金のことで何が心配なのか、それはあなたの年収のことなのか、それとも出ていくお金があまりにも大きすぎてっていうことなのか、一体何なのかっていうことを、しっかりと可視化する、言語化するっていうことが大事。この辺りが全然できてない人っていうのが結構多いと思います。だから漠然とこういうことで悩んでるんですよねって、それはなんで悩んでるのかっていう原因探ってみたら、実は悩み事じゃなかったとか、あるいは長期的に見た時に、なんかほっといても全然問題なかったっていうことにつながったとかね、そういう話が結構あったりするんですよ。だから悩み事があります、それはなんで悩みな、どういった悩みなのかっていうことを、まずは自分の言葉で説明できるようになっておくっていうことと、それから紙に書き出してみて、誰が見ても分かるような状態にしてみるということ、この2点っていうのが大事になってきます。まあ結構ね、僕もその漠然とした不安っていうのは確かにありますよ。例えばなんだろうな、死ぬこととかね。でも死ぬことって確かに怖いですし、誰もがそのいつかいずれはね迎えることなんですよね。だから特に僕なんか娘が生まれたばっかりなんで、その娘といつまでもずっと一緒にいたいなって思っても、やっぱり娘がその死ぬ死なない以前に、どっかの旦那さんの元に嫁いでったら、でこの不届き者とか思いながらも旦那さんの元に嫁いでったら家から出ていくわけですよ。もうそしたらね、一緒に生活してたのが急にいなくなって寂しいなって思う瞬間とかもあると思うんですけど、まあ、その先にはさらに死が待っているというところですね。で死ぬことも最初、まあ最初というか、幼心に怖いなと、だって全部がなくなるんで怖いなって思ってたんですけど、です死とは何かっていうね、イェール大学 の先生が書いている本とか読んでみたりとか、それから死について、まあ、漠然とね自分の中でこういうことなのかなっていうことを考えると、やっぱり言葉悪く言うと老害って呼ばれるような人たち、年寄りが多いじゃないですか。でその人たちがやっぱりはびこっている限り、新しいものって生まれないんですよね。僕今その IT とかを、そのIT ツールとかっていうのを、まあ、システム関係ですねとかを売るような仕事をしたりしてるんですけど、営業を回ってて、やっぱり一つその営業システム、営業システムじゃない、システム、パソコンとかのシステムを売るにあたってのネックになってくるのが、うちの会社平均年齢が高いから誰も使いこなせないんだよねっていう、もうもっともらしい言い訳をして買わないっていうケースがあるんですよ。正直パソコンを使う使わないとか、スマホ使える使えないとかって、触れてる時間が比例しているだけなので、年齢関係ないっていうのも分かってるんですよ。ところがずっと紙でやってきましたとか、パソコンはもうワードエクセルが使えたら十分ですっていうようなレベルから、いまだに抜け出そうとしないような50代60代の人たちっていうのがいるせいで、システム化っていうのが全然進まないと。そもそも日本がハンコ文化なかなか抜け出せないので、政府の人たちが50代60代、まあ、もっとか60、70のおっさん、じじいばばばっかりがねいるから、失礼しました、おじい様方、おばあ様方がいらっしゃいますから、なかなかねハンコ文化から抜け出せないとかっていうようなこともあったりするんですよ。なぜかっていうと、我々の時代、我々が現役世代の頃にはこういうやり方をやってきてたから、わざわざハンコ文化から抜け出す必要はないんだみたいなね、こう謎 のプライドがお持ちだから、今はもう電子印鑑とかね、タイムスタンプみたいなものに移ろうとしてきているのに、肝心のその民間企業じゃなくて公的な機関のところがそれを許さないみたいなね、こんなその状態が起こったりとかしてますよね。だから死ぬことって何がいいかっていうと、その前時代一生懸命を築き上げてこられた方々がいなくなることで、新しい世界に
つながっていくと、新しい世界を生み出すための準備につながっていくっていうことなんですよね。いつまでもその70、80とかのおっちゃんおばちゃんとかが世の中にある一定数以上居続けてしまうと、新しいことって生まれないし、新しいことって生まれないし、広がって知らないんですよ。だから運で広げていってっていうためには、やっぱり若い世代がある程度循環して生まれ続ける必要があるし、年寄りっていうのが浄化されていく必要があるところ、そういう意味では常に世界を新しいものに続けていくためには、死っていうのはある種その非常に、まあ、なんて言うんだろうな、便利って言ったらあれかな、便利って言ったらちょっとなんか問題あるな、まあ、効果的な生物において定められた部分じゃないかなっていうふうには思いますね。ごめんなさいね、だいぶ質問からずれましたね。質問の答えから、だから質問の答えとしては、まずは何がそのあなたの不安を駆り立たせているのかということをしっかりと言葉で説明できるようになりましょう。そして文字で起こせるようになりましょうということが大事です。それを文字に起こしてみたりとか、口に出して人に説明できるようになった時点で、果たして本当にそれは不安に思うことなのかどうか、他に思うべきことなのかどうかということをちょっと考えておく必要があるというところですね。で、案外書き出してみたら大したことじゃないって思うケースとかも結構あるんですよ。で、プラスアルファで不安を書き出すじゃないですか。例えば会社が倒産するとかね、家族が交通事故にあって自分以外全員が死んじゃうとか、そういうことを考えていると、一番このその書き出した悩みの中で最悪のパターンっていうのを想定してみて、それにハマらなければあなたの不安って取り越し苦労だったよねっていうので、まあどちらかというと自分の考えがいらなかったっていうふうに思うんですよ。もちろん最悪なパターンまで想像しなかったとしても、こういうことが起こったらやばいな、ああいうことが起こったらやばいなっていうことを書き出す、それから言ってみるっていうのをしてみると、それを実際に起こらなかったらラッキーと思いますし、言っておくことで、書いておくことで、じゃあそれが実際に起こってしまった時にどういう対策を打てば、その自分が想像した不安とか悩みとかっていうのをクリアすることができるのかっていうことをしっかりとね考えておくっていうことが重要になってくると思います。で、まあ、よくあるパターンは結局その悩みとか不安とかって漠然としたものねに関しては、結局起こることはあんまないですっていうことなので、まあ、それでもやっぱり漠然とした不安とかね、悩みとかっていうことをどうしても毎日考えてしまうということであれば、書き出す、言ってみるっていうことを、ポイントにやってみていただけたらというふうに思います。ということでね、セーブスルーをして今日終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またね、人生相談とかお悩み相談で、そのお悩みとかが溜まってくれば、何かしら、まあ、ゲームなのか、マインドマップなのか、実写で飛び出してなのかをちょっと考えてやっていこうというふうに思いますんで、また次回ね、人生相談やっていけたらというふうに思います。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。